皆さんこんにちは、稲枠 TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画は前回2月になります年間予定表を投稿した第2弾になります。あれから2ヶ月ぐらい経つんですが、8万回以上再生回数がありました。これだけ、時期的なものもあると思うんですが、ご質問も結構多い動画だったんですね。今回はリメイクとしてさらにバージョンアップして、いろいろな他の方法、完成版は同じなんですがやり方がこれだけ違うということも皆さんに知っていただきたくて、再度動画を投稿することにいたしました。完成はこちらになります。今度の動画というのは、西暦と月数を入れると自動的に1年分の日付が入る、そして祝祭日土曜日日曜日に色をつけるという操作を行っていきます。あと月末の処理になりますね。前回は月末の処理はマンス関数を使いました。今回はデイ関数を使ってさらに簡単に操作ができるように学習してまいります。そもそも前回の動画では西暦を一つ入れるだけで1月から12月までのカレンダーが作れる、そんな年間予定表だったんですね。一番多かったご質問というのは、月をランダムにね、好きな月から変えたい。一番多いのは4月からですね。今回は自由に月数を入れて選べるように作ってまいります。範囲に名前を付けたりすることで、さらにそして後からも更新ができるように作ってまいります。では画面の方をご覧ください。では早速作っていきましょう。セル A の1に対し西暦が入るようにします。今回は2022年なので2022とします。ここに年という漢字を入れてしまうと、ではやってみますね。日本語入力で年と入れてしまうと左に揃ってしまいました。これですと計算対象になりませんので、この年と表示させるためにはセルの書式設定で表示をさせる必要があります。月も同じですね。ではセルの書式設定、ショートカットはコントロールの1になります。セルの書式設定、ダイアログボックスを表示させました。この表示形式タブにある分類、今標準になっていますので、ユーザー定義をクリックします。今 G/ 標準と種類がなっています。これを一度消して、西暦が必ず数値として入りますから、その代替としてシャープを一つ打っておきます。何か数値が入る、そしてその後は日本語年と表示させます。本来は年というような文字が入るのであれば、両方を二重引用符ダブルクォーテーションでくくる必要があります。でもこのまま省略をして OK を押すと自動的に入ってくれますので、今回は省略してこの状態でシャープ年の状態で OK を押します。すると数式バーは2022という数値のままで、見た目を2022年とすることができました。これと同じように月も次に入れていきます。前回は年間予定表1月から12月で固定で作っていたので、今回は自由に入れられるように、ここに月数を入れられるようにしたいと思います。一番問い合わせが多かったのが、4月始まりの年間カレンダーを作りたいというものでした。そうですよね、4月始まりってよくありますよね。なので、今回はじゃあ死とします。これはいろいろな月数から始められるように、ランダムに入れられるように作っていきたいと思います。今回はたまたま4月始まりにしたいだけということになります。4と打って、先ほどと同じように、セルの書式設定を出して、ユーザー定義から一度種類を消して、シャープを打った後に、月と入力をします。これで4と打ったら4月となるようにします。OK を押します。これで4と入力をすると4月となるようにして、計算もできるようにしました。では、この下からは日付を打っていきます。
このセル A の3には2022年4月の1日が入るように作っていきます。この後 B 列には A 列プラス次の月ですね。つまりこの例で言うと2022年5月1日になるように作っていくわけです。このセルの年、そしてこのセルの月の1日ということをこの式として表していきます。つまりセルの中身はランダムに変わるわけですからね。セルを参照していきます。ここでデート関数を使ってまいります。デート関数とは特定の日付を表す連続したシリアル値を返します。デート関数はイコールデート、引数は3つ、年と月と日を返すことでシリアル値を返すことができます。これ正しい言い方なんですが、初心者の方にはよく分かんないなということが起きていると思います。では違うシートを出してちょっとシリアル値についてもう少し深掘りをしてみたいと思います。シリアル値というのは日付に対して計算をさせるためにマイクロソフトでは1900年の1月1日を1と計算させているんですね。シリアル値1を取り出すことで計算ができるようにしています。今度は A 列を選択します。すると一番下まで列を選択できました。この状態でホームタブの右側にあるフィルをクリックします。連続データの作成というのがあります。こちらをクリックすると連続データの詳細を設定することができます。では今回は1、増分値1、1日ずつ計算させて、そして停止値ですね、今1900年の1月1日から今日まで4万何千日かあるんですね。なので今回は4万5000日にしたいと思います。これで OK を押すことで下の方ですね、2022年の4月22日本日は4万4673行目となりました。1900年の1月1日が1としたら4万4673日目だというのが分かります。Excel というのはこの44673というシリアル値がこの日付に変えて計算をさせているということになります。44673と入力をしてこの数値に対して日付にしてみます。ホームタブにある短い日付形式、こちらをクリックすると今日の日付になりましたね。これがシリアル値ということになります。では画面を戻します。デート関数を用いて今日のシリアル値を求めていきます。イコールデートとして引数は年月日をそれぞれ教えてくださいとなります。するとシリアル値を返してきます。まず年に関してはセル A の1になりますよね。そしてカンマで区切ります。月に関してはセル A の2のセルになります。セルの A の2の中にどのような数値が入ってもこれは計算されるように4と打ってるわけではないのでセルを参照している意味わかりますか。では今度1日に関しては必ず1日を打っていきたいので1にします。これは固定ですね。上の2つ西暦と月に関してはセルの参照をしているのでセルの中身が変わろうとそこを計算させていきます。日付に関しては固定の1、1日を表示させます。これでエンターキーを押します。するとシリアル値から2022年の4月の1日を表示させました。そしてその次の4行目に関しては今度は上のセル足す1、1日後なので今度は簡単ですね。上のセル足す1、セル A の3足す1ということで答えを求めることができます。エンターを押すとこのようになりました。これは下にドラッグをしていっても次の日を返していくのでこのままコピーができますね。
もう少し広げますね。4月27日まで行きました。まだちょっと足りないので28日までコピーをします。これで4月分の28日目まで自動で返すことができます。今度はセル B の3になります。ここに関しての考え方というのは、左のセルの次の月でいいですよね。つまり5月の1日を返したいということになります。同じようにデート関数を入れていきます。ではまず年に関して、次の月ですからこの左を参照させます。すると相対のままでいいので、ここでいいのですが、これですと年というのを返していないんですね。ここで年を返す関数が必要になります。先ほどの A 列の場合で言うと、デート関数を入れた時に年のところでは A の1を参照しました。セル A の1には2022という数値データがあったわけですよね。つまり西暦がきちんと数値として入れられたということになります。そして第二引数、月数に関しても4という数値を見に行けたわけです。ところがこちらの場合はデート関数で年はと言った時に、ここで2022とは言っていないですよね。月数に関しても4とは言っていないですよね。ここに入っているものはシリアル値44000いくつというようになっているわけですから、それぞれこのシリアル値から年と月を取り出す必要があります。ではこちらをご覧ください。先ほどのデータですね。では隣のセル E のセルに対して年を取り出していきます。年を取り出す関数はイヤー関数になります。ではイヤー関数括弧シリアル値が必要になります。省略はありません。ではシリアル値というのはここですね。先ほど44673と返しました。このシリアル値から西暦を求めていきます。ではエンターを押します。するとこのシリアル値から2022を取り出すことができました。同じように月も取り出す必要があるんですよね。では隣のセルでやってみます。イコール月はマンス関数になります。マンス関数ではシリアル値はここになります。セル D の44673でエンターを押します。するとこのシリアル値から4という月数を取り出すことができました。これがマンス関数になります。それぞれこのシリアル値44673から西暦と月を取り出すことができました。では先ほどの表に戻っていきます。では今度はデート関数を入れて年を求めていきます。ここでイヤー関数を入れていきます。イヤー関数は左のセル相対のままで構いません。括弧でくくってカンマを入れます。次は濃いところが月に行きましたね。月はマンス関数になります。括弧でシリアル値を聞いてきました。ではここになります。括弧で閉じます。ここで必ず次の月になりますので、これでは同じになってしまいますから、足す1、つまり月に関しては足す1を入れます。カンマで区切って必ず固定の1日になりますので、ここは1、デイ関数を入れる必要はありません。括弧で閉じてエンターキーを押します。すると必ず左のセルから次の月の1日を取り出すことができました。もうお分かりの方は多いと思います。これでこのあと1年分の月数を返していけばいいということになりますね。ちょっと幅が足りませんので広げてまいります。12ヶ月分になりますのでここはいりませんね。
この3月1日まで返しました。今表示の形式が西暦もすべて入っているんですが、分かりやすいように、つまり年が変わった時に分かりやすいようにしてあります。2022年の12月の1日の次が次の月を返すということで、西暦が変わっているのが確認できます。2023年の1月1日になりましたね。逆にこの4月というのを、では分かりやすいように10月とかしてみましょうか。エンターキーを押すことで、このように10月1日、そしてここですね、D 列に変わったとき、年が変わります。西暦が変わっているのが確認できました。ではこの下に関しては、上のセルプラス1、1日後ですから合っていますので、これは相対参照で引っ張っていくことができます。そしてこのまま下までドラッグをしていきます。28日までしたのは、必ずどの月も28日までは絶対あるからなんですね。この後月末の処理をしていきます。28日しかないという月、2月ですね、この月の処理をしたいので、すべての月を28日まで自動更新して入れられるように作っておきます。では次に月末の処理を行いましょう。では月末の処理を行います。前回の年間予定表では月末の処理をマンス関数を使ったんですね。例えばこの10月28日プラス1という日付が、この一番上にある10月の日付、ここを見に行って、同じ月数であればプラス1、まあ翌日ですね、それ以外違う月数になれば空白を返します。このように表示させたんですが、今回はもっと簡単にデイ関数を使っていきたいと思います。デイ関数、先ほどの表に戻ります。ここから22という日付を取り出します。イコールデイ、年、このシリアル値から、このように22という数値を取り出します。これを使うことで、プラス1日翌日が1という数値であれば次の月になっているわけですよね。なので1であれば空白を返しなさい。それ以外はプラス1、同じ月ですからプラス1にして翌日を返すということになります。この関数の方が参照をする必要がないので簡単だと思います。では式を入れていきますが、もう一つ大事なことは、2月28日のことを考えて、まあどの列に関しても2月28日が起きるわけですよね。なのでこの31行目が空白になるということがどこかに起きるということになります。そのためにこの一番下まで30、31までがあるわけですから、上のセルが空白だったら空白というのをネストしてあげないと計算式はエラーになってしまいます。ではそれも踏まえて式を入れていきたいと思います。 if 関数をネストしてまいります。今度は数式は使っていきます。 if 関数を入れてまいります。まずは1つ目、上のセルが空白だったら空白を入れていきます。自分の上のセルがイコール空白だったらば、真の値は空白、そして偽の値に移動します。この時に if 関数をまた入れていきます。この状態を確認して if 関数を入れていきます。今 if が選ばれているので、この if をクリックします。すると今 if 関数の中の if 関数、偽の値の中に if 関数をネストしているのがわかりますね。ではここで先ほどお話しした day 関数を入れてまいります。この状態でもう一度ここから if 関数ではないので、今度は下向きの三角から day を選びます。デイがない場合にはその他の関数から日付関数でデイを選んでいきます。
今回はありますのでデイを選びます。すると先ほどネストした if 関数の中のデイ関数に推移しているのがわかります。ではこのデイというのは何かというと、これ上ですよね。この上プラス1日なので、ここで足す1とします。そうしましたら論理式に戻っていきます。これで OK は押さずに数式バーの if 関数の論理に戻っていきましょう。ではクリックします。このクリックする位置によっては違う関数の引数ダイアログボックスが表示されてしまいますので、慌てて OK やキャンセルを押さずにクリックをし直してください。まだ論理式完成していないんですね。何々が何々だったらというのが論理になります。なのでこれプラス1日後が答えが1だったらとしたいので、ここでイコール1と入れます。これで論理式が成り立ちます。1でしたら答えはどうするか、真の値に推移します。1ということは翌月の1日を表しますから、空白にしないといけないですよね。なのでここでは空白にします。で、偽の値、そうでない場合はまだ同じ月だということになりますので、上の日プラス1日後とします。これで式は完成しました。OK をクリックします。では、この後ですね、29、30、31までありますから、ここまでオートフィルでコピーをします。この状態で解除をせずに、すべての式をコピーしていきます。範囲を離します。すると、ここ、2月の28日は3日間空欄になっていますね。デイ関数を使うことで日にちを計算させます。プラス1日後というのが1ということは月初になりますから、その場合は空白として、そしてそれ以外は同じ月ですから1日後と計算をさせます。この場合は前回行ったマンス関数のように他のセルを参照する必要がないので、ある意味楽ですね。表示形式を変えていきましょう。先ほど西暦がわかるように、西暦が2023年のと入れてみたんですが、最終的には曜日も入るようにしたいんですね。いろいろやってみたいと思います。では、まずは範囲を選択しておきます。コントロールの1を押します。今、日付になっています。ユーザー定義をまた開けて、表示の仕方は今回は、種類を一度消して、前回と同じように、括弧、曜日が入るようにしてみたいと思います。ここで、AAA と入れることで、サンプル見てわかるように、括弧、ドと入りましたね。括弧で閉じて、このようにしたいと思います。こうするとね、月数がわかりづらくなってしまいますが、まあ、これで一回 OK を押してみたいと思います。はい。そうすると、曜日も入りました。では、月数が分かりづらくなりましたので、ここから追加してみたいと思います。3行目を選択して、コントロールのプラスを押すことで、この上に1行追加することができました。では、ここに対しては、下ですね、下と同じということで、イコール、この下。そして、エンターを押して、表示形式はこのままで大丈夫です。このまま右にドラッグしていきます。するとこのようになりました。では表示形式をここでまた変えてみたいと思います。このシャープを消して M とします。何月としたいので、ここから月数を表示させます。M を一つ入れます。MM と入れると01月のように一桁の場合は二桁に変えることができます。ここは一桁でいいので OK を押しますね。はい。そうすると何月と表示されるようになりました。もし皆さんの中でこの表示の仕方、一桁の場合と二桁の場合、これ桁が揃った方がいいなという場合は、ではちょっと練習なんでやってみますね。もう一度範囲を選択し直しましょう。
セルの書式設定を開けて、ここを D を2つ打ちます。すると01となりましたね。これで OK を押すことで桁が綺麗に合います。まあ、練習なので好みで構いません。私は一桁の方がいいので戻しておきます。わかりましたか？今11月のところじゃあクリックしてみますね。11月というように文字が入っているわけではなくて、下のセルを参照しているということになります。この下のセルはどういうことになっているのかというと、ちゃんとデート関数で年月そして日付を表示させています。ではさらに体裁を整えていきましょう。まず前回も行ったように、この間に空白を入れていきたいんですね。年間予定表なのでちょっと書き込めるようにしたいと思います。その場合1列おきに空白行を入れていくんですね。初めから空白を入れた状態で作るよりは、最初にこの状態で作った後に空白行を追加した方が楽です。なのでこのようにしています。ではこの1列ごとに追加する場合では、この状態で追加をしてみましょうか。コントロールのプラスするとこのようになってしまいました。画面を戻します。そうではなくて、1列おきに追加したいのであれば、選択をして B 列から1つずつ選択をしていきます。見た目は先ほどと変わりませんが、コントロールキーを押しながらそれぞれの列を選択していきます。少し縦線が入っているのが分かりますね。この状態でコントロールのプラスを押すことで、はい、このように1列おきに追加をすることができました。ちょっと画面を小さくしますね。では列の幅なども整えていきましょう。ちょっと離れた状態にはなりますが、離れたところを選択して少し幅を狭くします。罫線を引いて、これも好みで構いません。その他の罫線から私は少し点線を選びます。色はね、黒だとちょっと濃いかなと思いますので、ちょっとグレーにしてみたいと思います。そして外側はちょっと太めにしたいと思います。直線にして外枠を選んで、そして OK をクリックします。3行目に関しては中央揃えにしておきます。だいぶ整ってまいりました。色もつけてセルの塗りつぶしもしておきます。では最後に条件付き書式で曜日に対して色の塗りつぶしをしたいと思います。今回条件付き書式というのは初めてではないので、説明が被るところは簡単な説明にして、前回質問が多かったところを重点に説明をしていきたいと思います。まずは土曜日からではなく日曜日から行ってまいります。では条件付き書式を塗りつぶしをしたいところを、まず範囲を選択しておきます。ホームタブから条件付き書式をクリックします。新しいルールをクリックします。今回は数式を使用して書式設定をするセルを設定、こちらをクリックします。まずはウィークデー関数ですね。ウィークデー関数はこちらになります。日付に対応する曜日を返します。よくウィークデー関数使いますね。規定の戻り値は1括弧日曜日、つまり1と入れれば日曜日となりまして、7がその場合土曜日ということになります。省略した場合日曜日から始まることになります。今回も省略してまいりたいと思います。ではイコールウィークデイ括弧、必ず基準になるセルというのは左上になると覚えましょう。まずここを選択します。今ドルマークが A の両端についています。これですと絶対固定になりますので、今回は相対参照。1、2、3回 F4 キーを押すことでドルマークが消えます。この後の種類に関しては今回省略するので、このまま括弧で閉じます。
ウィークデー関数の答えが、日曜日始まりの答えが1の場合には、その他の色から少し薄いピンクにしました。OK をクリックします。OK をクリックして、そして最終的に適用でクリックして OK を押します。何回か OK 押しますね。このようにして日曜日に色をつけます。日曜日一番簡単ですね。続きまして土曜日の書式をつけていきます。これちょっと癖があるので、まずはダメ例ですね。先にやってみたいと思います。範囲を選択して条件付き書式から新しいルール。では数式を入れていきます。ウィークデイ関数を入れて、先ほどと同じように相対参照にします。この答えが土曜日の場合は日曜日から省略をすると7になりますので、7だったらば、書式に関しては少し濃いめのちょっと色をつけてみたいと思います。では OK を押します。するとこんなようになってしまいました。見てわかるように土曜日自体はついているんですね。ところがこの何もない空白、ここに関しても色がついてしまいました。今日付と、曜日を表示させる書式をつけてあります。ではここに関してまた同じように土曜日の色をつけてみます。新しいルールからイコール7とします。この状態で先ほどと同じように色をつけるとこのように色がついてしまいました。ではちょっとここで確認をしていきますね。これは何かというとウィークデー関数の答えが土曜日は7でしたよね。そして空白に関しては0を意味します。1900年の1月1日というのが何曜日かを調べてみましょう。日付を曜日に変えると1900年の1月1日はサンプルを見てわかるように日曜日になっているんですね。ちょっとキャンセルしますね。1900年の1月0日。これありえないんですけれども、1900年1月1日、シリアル値の1が日曜日でしたから、その前の日、1月0日は土曜日というような扱いになってしまいます。ウィークデー関数の7に対して青い色をつけてきますが、この1月0日も土曜日と判定をしてしまっているようなんですね。1日が日曜日だったので、土曜日という判定をして色がついてしまったということになります。空白以外というのと土曜日というのを合わせて条件に入れることで回避することができます。では条件付き書式の今の条件を編集していきます。ルールの編集から。では条件を足していきます。ここが空白なわけですから、空白以外、そしてもう一つ、ウィークデー関数の答えが7だったらというものを足していきます。ではここに追加をしていきます。まずは括弧を入れて、左上のセル、相対参照にします。これ以外というものはこの記号を使います。小なり大なりを入れて空白を入れます。括弧で閉じます。そしてかつという意味で Excel ではアスタリスクを間に使います。これで空白以外、そしてウィークデー関数の答えが7だったらばとします。これで OK をクリックします。適用をクリックすると OK をクリックします。このように色をつけないようになります。では実際にやってみます。条件付き書式新しいルール。もう一度やってみますね。復習の意味で。まずは括弧を入れて左上のセルを選択します。相対参照にしてこれが空白以外、そして括弧を閉じて、かつ、ウィークデイにします。相対参照にして、この答えが土曜日は7になります。
書式は少しブルーにしてみますね。 OK をクリックすると空白を取り除いて土曜日だけ色をつけることができました。前回は is number という関数を使っています。どちらでも答えは同じように変えります。では最後に祝祭日について条件付き書式を設定してまいります。この祝祭日に関しては結構ご質問があったんですね。西暦を変えてしまうと条件付き書式が消えてしまうというご質問だったんですね。この11月3日が例えば文化の日だったとします。でも来年の11月3日同じ文化の日が11月3日だったとしてもエクセルでは同じ日ではないんですよね。もうここまでご覧いただいた方にはお分かりだと思うんですが、シリアル値なので今年の11月3日と来年の11月3日というのはシリアル値は全然違います。なので計算対象にはなりません。今回カウントイフ関数を使います。カウントイフ関数というのは条件付きの個数を数えるということになります。書式をつける中に同じ日が1個カウントしてあれば色をつけるということになります。今回は前回とは違って範囲に名前をつけてまいります。祝祭日に対して名前をつけていきます。名前の付け方も前回行っていませんのでその辺からやっていきたいと思います。まずはシート見ていただくと2年分の祝祭日振ってあります。この範囲に対して名前をつけていきます。範囲の名前というのは後から計算式を見た時にもとても分かりやすいのでおすすめです。今回は A 列をまず選択をします。この後名前ボックス今 A1 となっていますのでここを消して日本語入力オンにし祝祭日と名前をつけます。これでエンターを押すことでこの範囲つまり A 列全体に名前をつけました。この名前というのは数式タブにあるこの名前の管理でもこのように祝祭日というのが振られたのがわかりますね。ここと同じものがあればカウントすれば色がつくというように条件付き書式をつけていきたいと思います。シート1をクリックします。範囲を選択した状態でホームタブの条件付き書式からまた新しいルールをクリックします。数式を使用してまいります。イコールカウントイフ条件をつけた個数ですね。まず一番最初範囲というのは先ほどつけた名前になります。ではここで日本語オンにして祝祭日とします。カンマを入れてまた同じように相対参照にします。この中で個数が1個あれば条件がマッチしますので色をつけてまいります。なのでこの後イコール1として個数が1あったら書式をつけてまいります。今回はサンプルこの薄いオレンジにしたいと思います。これで OK を押して適用 OK をクリックします。これで今回の年間予定表は完成としたいと思います。今回の動画はここまでにしたいと思います。前回行いました年間予定表とは作り方を少し変えてあります。月末の処理ですね。今回はマンス関数ではなくデイ関数を使いました。デイ関数を使う利点ありましたね。マンス関数の場合は他のセルを参照する必要がありましたがデイ関数の場合は翌月1を返してくるので参照する必要はありません。そして土曜日の条件付き書式の処理、こちらは is number を前回は使ったんですが今回は空白以外という関数ではなく単純に式を入れてあります。そして最後に祝祭日、こちらに関しては他のシートに対し範囲名をつけておきました。年間予定表一つとってもいろいろな作り方があるということがお分かりいただけたでしょうか。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
では次回またお会いしましょう。ごきげんよう。またねー。